パッシングスルーは日本の競争馬。主な勝ち倉は2019年のシオンステークス。場名の由来は英語で抜き去る。ライバルを華麗にかわすシーンをイメージして。10月13日、東京競馬場の新馬戦に池添健一を安状に据え、単勝オッズ4.4倍の2番人気の評価でデビュー。出走メンバー中最速の上がり3ハロン3 3四秒を記録し、 あとにニュージーランドトロフィーとユニコーンステークスなど芝とダート重賞で勝利するワイドファラオの逃げ込みを首しで制し初勝利その後は長期休養となった春は1月6日の新山記念で指導道中5番手でレースを進めたが伸びず4着その後距離を400メートル延長し優秀品番のトライアル競争であるフローラステークスに 石橋治を安城に迎え参戦したが、勝った、ビクトリアから0.1秒離された4着に終わり、優秀品馬の優先出走形を獲得できず、休養されることになった。7月7日に、福島競馬場の3歳、以上一勝クラスで復帰、戸崎啓太に乗り換わり、小馬との対決ややや重コース、福島競馬場が初めてにもかかわらず、単勝オッズ1.3倍。 一番人気の指示を受け出走。行為で先行し、後続を三馬身離しての勝利となった。9月7日、週刊賞のトライアル競争である、シオンステークスに出走、単勝オッズ4.5倍の二番人気の指示の中、三番手に位置する先行作から、最後の直線で抜け出し、フェアリーポルカに離させ着し、優勝、重賞初勝利となった。 また、週刊賞の優先出走権を獲得した。10月13日、週刊賞で GI に初めて出走、同中3番手から最後の直線で5番手につけたが交代し、勝った、クロノジェネシスに1.2秒離されて実着に沈んだ。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。JRA 競争場検索。 w w w j r a g o j p 2 0 1 9年10月20日閲覧2歳新馬東京 5R パッシングスルーが G 前差し切るサンスポーズバット競馬2019年10月21日閲覧新山記念パッシングアーモンドアイに憧れよどをかける www.sponichi.co.jp 2019年10月20日閲覧。フローラス、心身充実パッシングスルー歌しキップゲットだ。サンスポーツバット、競馬。2019年10月21日閲覧。フローラス、パッシングスルーは4着歌詞キップに半馬進、頭差及ばず。スポーツ放置。2019年10月21日閲覧。パッシングスルーなど福島5から 8R レース後の コメント競馬ニュース競馬ラボ。www.keibalab.jp。2019年10月21日閲覧。シオン S。春重症4着2度パッシングスルー。G1 へ成長示す。スポーツ放置。2019年10月20日閲覧。シオン S。パッシングスルーが秋の主役宣言。サンスポーツバット。競馬。 2019年10月21日閲覧。週刊賞、パッシングスルーみなぎる、投資客取りしっかり競馬ニュース。netkeiba.com。2019年10月21日閲覧。週刊賞、外枠が響いた、パッシングスルーは10着まで、戸崎、少し、バランスを崩した。スポーツ放置。2019年10月21日閲覧。パッシングスルー。 競争場データ .netkeiba.com 2019年10月20日閲覧。ありがとうございます。